笑顔封印の松下公平も、危機か今田美代、小芝風花、福原遥の無駄遣い。日テレドラマは数字、評判とも壊滅状態。日本テレビは、土曜日の夜9時から、土ドラ9と、土ドラ10の2枠で連続ドラマを放送している。現在7月クールには、小芝風花、27主演のゴーホーム、警視庁身元不明相談室と、福原遥。 26、主演の、マルヒのミッシさんが放送中。8月31日は、24時間テレビのため放送はないが、ドラマ制作会社関係者は言う。両ドラマとも、現在テレビ界が最重要視している13から49歳の小足調率が全く、取れていません。8月24日放送会、どちらも第6話は、 ゴーホームがコア1.8%、関東地区、ビデオリサーチ調べ、ミッシさんが1.4%。この週に限らず基本的にコア視聴率は1%台と、GP 対ドラマとしてはあまりにも厳しい数字です。小芝主演のゴーホームは、身元不明のご遺体を特定し、関係者のもとへ返す。 警視庁身元不明人相談室を舞台にしたミステリーかけるヒューマンドラマ。マルヒのミッシーさんは謎に包まれたトータルコーディネーターのミッシーが主人公の物語。放送前は主演の福原にとって新境地となるダークヒロインという点が注目を集めていたが、数字は振るわないまま折り返し地点の第6話を終えてしまった。ゴーホームが放送中の土ドラナイン枠は、 全クールに放送された今田美桜さん27主演作花咲舞が黙ってない4月期を第1弾に新設された放送枠。そして花咲舞もコア1%台とやはり数字は相当悪かったです。地上波テレビ以外にも多くのエンタメコンテンツが溢れている今の時代。現在はどんなに人気で演技派の俳優を使っても脚本が面白く。 演出がしっかりとしていないと数字は取れませんよね。今田さん、小芝さん、福原さん、日テレドラマで主演を務めている3人とも、若い世代に大人げで演技力も実績もある人たちですよね。全土花咲舞の今田は、食べみかこ、35、か尾風ふ25、松下光平、37とのクアトロ主演作、一番好きな花、フジテレビ系。 23年10月期、他、多くの作品で演技が絶賛されている。今年2月8日には、映画テレビ界で顕著な活躍をした人物が表彰される。2024年エランドールの新人賞も獲得していて、実力は折り紙付きだ。ゴーホームの小芝は15年度後期の NHK 長ドラ、朝が来たんで、主演ファルタ33の娘役で出演。 その他、特撮ガガが,が NHK 波を聞いてくれ、テレ朝系、など話題の主演作も多い。ミッシさんの福原も22年度後期の朝ドラ、舞い上がれ。で主演を務め大好評を得たほか、多くの作品に出演し、活躍をしている。小芝と福原は、横浜流星27、主演で25年放送予定の NHK 大河ドラマ。 ベラボーツタ重0映画の夢話にも出演予定。NHK 御用達の女優でもあり、タレントとしてのイメージも良い。そんな未だ、小芝、福原の日テレドラマの絶不調、それらへの批判の声は俳優陣の演技よりも、脚本や演出に対する突っ込みが多い。花咲舞が黙ってない最終回まで見終わり。話は悪くないんだけど、 とにかく演出がダサかった。そのせいでつまらなく見える。ゴーホームは、設定は面白いが脚本がつまらないのか全然面白くない。これはもう見るの止めた。画角とかセットとかめっちゃウェス、映画監督のウェス・アンダーソン。僕て可愛い話はまだつまらないハッシュタグマルヒのミッシさん。さらに特定のドラマに限らず、個人的には、 ドラマに関しては、キー局で一番つまらないのが日テレだと思う、という声まで。芸能プロ幹部はこう話す。現在の日テレドラマの壊滅的な状況の原因は、主演を含める俳優陣ではなくて、脚本や演出、とにかく制作サイドが理由だと、芸能界から、そして局内からも苦言を呈する声が紛失していますね。決して忘れてはいけない。 セクシー田中さんの件もありましたよね。日テレは23年10月期に小学館の漫画作品、セクシー田中さんを実写ドラマ化したが、望まない原作改編の大騒動があり、今年1月に原作者の足原ひな子さん、去年50が急成。同局は5月末に調査結果報告書を出したが、局の図算とも思える対応が浮き彫りとなり、 いまだに日テレに厳しい目を向ける視聴者は多い。今年4月クールに土ドラ展枠で放送されたストーンズ森本慎太郎27主演の街並みテラス奴らは、コア視聴率0%台の回も記録した大惨敗に終わったが、これもセクシー田中さんの騒動が関係している。街並みの枠は当初小学館の漫画を原作としたドラマが放送予定だったが、 セクシー田中さんの騒動を受けて2月に見送りを発表。街並みは制作発表が3月21日、初回放送日が4月27日と全く余裕のない特貫工事で制作されたのだ。街並みは特貫工事で作らざるを得なかった作品のため圧倒的な準備不足。その結果、数字も悪かったということですね。 ただ、同作を抜きにしても日テレドラマは、ゴーホームにしろ、ミッシーさんにしろ、花咲舞にしろ、とにかくクオリティ面を疑問視する声が内外から紛失していると。いまだみよ、小芝風花、福原遥の無駄遣いという声が上がるほどの状況です。次の10月クールは視聴率狙いの戦略を感じさせますが、どうなるのか、前室の芸能プロ幹部、 日テレは次の10月クール土曜9時枠で松下公平主演の放課後カルテを放送する。ドラマ放課後カルテは日清眉市の同名漫画《講談者》が原作の保健室ヒューマンドラマ。松下といえば優しい笑顔を浮かべる役が多いが、今回は笑顔を封印。メガネをかけた不愛想な小学校上中の小2回牧野先生を演じる。 松下といえば、戸田エリカ35。